今回は野鳥の飛び物撮りでとても重要なレンズの設定について話したいと思います。すでに同じ話をしているかもしれませんが、ご了解ください。レンズの設定と聞いて、レンズに設定なんかあるのかと思っている方はいませんか。思っている方は間違って使っているかもしれません。野鳥撮りをする多くの望遠レンズにはフォーカスリミッターがついていますが、正しく使っていますでしょうか。名称がメーカーによって異なるのですが、一般的にはフォーカスリミッターと言います。私は飛び物撮影でルミックスのライカ 100-400mm を使っていますが、ルミックスではフォーカススイッチとして説明されています。これから説明では一般的な呼称、フォーカスリミッターと呼んで説明します。フォーカスリミッターは、ピントを合わせる撮影距離の範囲を制限する機能です。望遠レンズやマクロレンズについている場合が多いです。ピントを合わせる距離の範囲を制限することで、ピント合わせを早くする。ピントが外れて迷走したとき、復帰を早くすることができます。これはレンズの模式図です。いろいろな役割をするレンズが入っています。ピントを合わせるとき、距離に応じてこれらのレンズを特殊なモーターで高速で動かします。シャッターボタンを押した瞬間にレンズを動かしてピントを合わせているわけです。愛用しているライカ 100-400mm は最短撮影距離が 1.3m です。よって撮影距離が近いところから遠いところまで撮影すると内部のレンズを動かす範囲も大きくなります。結果としてオートフォーカスが遅くなります。そこでフォーカスリミッターで撮影範囲を制限して高速化するわけです。これはライカ 100-400mm のフォーカスリミッターですが、野鳥撮影、特に飛び物では5メートルから無限遠を選択します。これでオートフォーカスを高速化します。5メートルから無限遠を使うメリットはもう一つあります。手前のものにピントは合いませんので、手前に複雑に入り込んだ枝や葉があるときや、フェンス越しに撮影するときなど、それらにピントを引っ張られることなく撮影ができます。フルは全域をカバーしますが、いざというとき、動作が遅くなることがあります。飛び物のように動く被写体を捉えるには適していません。私はフルでは5メートル以内を撮影するときに使っています。フォーカスリミッターの切り替えを用途に合わせて適切に行うことで快適にレンズを使うことができます。フォーカスリミッターは画像の通りレンズによって撮影範囲が異なります。自分の使っているレンズをよく見て適切に使いましょう。日本の各メーカーのレンズのオートフォーカスはどこのメーカーのものでもかなり高速です。ネット上でよくオートフォーカスが遅いとかの苦情を聞きますが、このフォーカスリミッターの使い方を間違っている場合がかなり多いです。よくよく注意しましょう。今回の飛び物撮影のためのレンズの設定の話は以上です。飛び物撮影についてはすでに関連動画をアップしています。飛び物撮りのコツ、照準器の使い方などを詳しく説明しております。動画下の説明欄に関連動画として紹介していますので、どうぞご覧ください。今回はレンズの設定に話を絞って説明しました。何らかの参考になればと思います。
カメラやレンズの機能を使いこなして撮影を楽しみましょう。本日は以上で終わります。